はい、皆さんこんにちは。フィットネスメイターのヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。だから今回はですね、筋トレを始める前に僕がいやこれだけはマジで知っておきたかったっていうことをこの5選にちょっとまとめてみたんですよ。で、僕はもともと自重トレーニングから始まって、そして家でのダンベルトレになって、その後ジムトレになって、今は自重トレーニングとウェイトトレーニングを両方してるんですけど、自重トレそしてウェイトトレーニング、もうどっちでも関係なくこれはマジで知っておきたかったっていうことなんですけど、まず一つ目がタンパク質。いやマジでこれタンパク質マジでめちゃめちゃ大事です。結構僕のトレーニング動画の中でも、こう実況の中で食事管理はめちゃめちゃ大切ですよ、少しでもいいので取り入れてみてくださいっていうことを言ってるんですけど、めちゃめちゃ大事なんですよ。で、筋トレっていうのは皆さん多分めっちゃ好きやからめっちゃ頑張られると思うんですよ。ただ食事に関しては結構こうないがしろにしちゃってる部分もあるんじゃないかなと思うんですけど、筋肉っていうのは筋肉を動かして、まあ、筋トレで使って、そして食事でどん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 リカバリー回復させて強くして、また筋トレが多くできてっていう、こう繰り返していく作業になるんですね。なんで筋トレ以外の時に実は筋肉ってどん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 作られていくんで、筋トレしてない時ですね、タンパク質を取ることによってしっかりと鍛えられた筋肉がより育つって感じなんですよ。はい、で続いて2つ目なんですけど、筋肉を意識する、トレーニング中に筋肉を意識することなんですけど、マインドマッスルコネクション、これ実況でもめちゃめちゃ多く言ってると思います。こう鍛えてる筋肉の部位を、まあ、意識するだけでトレーニング効果が高まるんですけど、めちゃめちゃ実は難しいようで面白いようで楽しいようで、これが筋肉、これが筋トレちゃうかなと思うんですけど、なんか僕もですね、今もだいたいトレーニング歴9年目ぐらいになってるんですけど、毎回じゃあ集中できてるかちょっとそうはいかないんですよ。でトレーニングしててもなんか今日筋肉を意識できてないなみたいな時はあるんですけど、なんかその時はだいたいなんとなく全身疲れてる感覚で終わっちゃったりするんですね。ただもうバチバチに筋肉に意識してる状態でトレーニングしたらめちゃめちゃ筋肉に効くし、プラス終わった後にもう頭の中がすっかかになるんですね。これがまた筋トレの楽しさであって、だからこそ未だに僕はこうトレーニングっていうのは結構ね、集中することを大切にしてます。で、大体ウェイトトレーニングの場合やったら1セットあたり40秒とかだと思うんですよ。ヒートとかやったら、まあ、インターバルがあるんで、まあ、20秒から40秒ぐらい。で、自重トレーニングの前も、だいたい40秒から1分ぐらいやと思うんですね。で、この短い間をいかに全集中して、もう周りが見えなくなるまで筋肉を意識するかが大事なんですよ。で、インターバル中ってのは別にそんな大して何も考えてないんで、ホゲーってやってるんですけど、このトレーニング、じゃあ今からやるぜって、インターバルが終わったぜってなったら、このたった40秒、この一瞬で終わる40秒に全神経、筋肉に集中して筋肉で動かす、ここに筋トレの楽しさがあるんですよ。なんでジムとかやったら、僕の指標やったらですね、周りの目とかが気になってたらぶっちゃけ集中してないっす。なんでトレーニング中にもう音も聞こえない、周りの誰がどこにいるかもわからないぐらい筋肉に集中している時っていうのはマジでめちゃめちゃ効くし、めちゃめちゃ終わった時に気持ちいいんですよ。なんでまずはこれも少しずつ少しずつの訓練というか、まあ、回数を重ねていくとだん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 精度も上がっていくと思うんで、まずは1回1回トレーニングの休憩中は適当でいいです。マジで何も考えなくていいんですけど、1セットを超本気、もう超本気、全神経全エネルギーをぶち込む感じでやってみてください。これがまた筋トレの楽しさに変わってきます。はい、で3つ目なんですけど、ウォームアップかいと思われてる方もいるかもしれないんですけど、筋トレをやっていくとだん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 マジでハマっていくんですよ。マジでめちゃめちゃ面白いんですよ。こんだけも毎回気持ちよくなれるんやったらもう毎日やりたいってなるんですけど、その筋トレができなくなる原因は怪我なんですよ。やっぱりもうぶっちゃけ怪我してしまったらもうどうあがいてもできないというか、できる種目もあるんですけど、例えば腰とかやってしまったらほぼ全種目できなくなったりするし、手首とか肘やっちゃったら、まあ、プレス系とかもウェイトトレーニングは多分めっちゃ厳しいと思います。なんで、まあ、楽しい筋トレがもう長期間できなくなってしまうし、なんでまずは怪我をしないためにもウォームアップをするっていうのも筋トレのうちの一つになるので、必ずまあ5分、まあ、短くても3分ぐらいでもいいんで、必ずこのウォームアップというのをしていただきたいなと思います。
はい、で4つ目なんですけど、まあ、筋トレはめちゃめちゃ楽しいし最高なんですけど、やっぱり人間たるものやっぱ上がったり下がったりあるんですよ。で僕も筋トレが全然やる気出ない時はもちろんあります。それはそれなんで、とりあえず筋トレをしてみて、まあこうモチベーションが下がってる時に筋トレやるとマジで体めっちゃ重たく感じると思います。それはそれで面白い発見やと思って、この自分自身がモチベーション低い時に筋トレすると、あ全然上がらへんやんっていうのもぜひですね楽しんでいただきたいですね。なので常に 100%、120% できたらもちろんいいんですけど、やっぱり下がってる時っていうのはもう筋トレやりたくないな、やってみても上がらへんなってのもあるんですけど、それはそれでこう人生の醍醐味やと僕は思ってるんで、そういったのもぜひですね楽しんでいただいて、また次の日の自分に託してですね、また明日の自分が全力でできてくれたらいいなっていう感じで、まあ今日はほどほどにするかっていう時もあっても全然いいと思います。はい、でラスト5つ目、筋トレの楽しさ、やっぱりこう体がどん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 変わってくるところもあると思うんですけど、あとは重たいものが持てるようになったりとか、自重トレーニングやったらできる回数が増えたりとか、そういった楽しみもあるんですけど、なんかこう自分自身の突破力が上がるっていうのが僕はおもろいなっていうのを思ってるんですね。でトレーニングをしてて、なんかこうしゃラスト1回みたいな、こうラスト1回が大事みたいなよく聞くと思うんですけど、まあ、このうわーっていう限界突破の感覚っていうんですかね、そういったのを毎回毎回続けていくと、だん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 基準値が上がっていくんですよ。なんで初めて筋トレをした時をこう僕思い返していくと、めっちゃ早めに限界来てたんですね。うわーもうこれ限界や、めちゃめちゃ頑張った、それはそれでその時の自分の限界値なんで僕はいいと思ってるんですけど、今思えばまあウォームアップレベルの限界値だったりするんですね。だん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 こう限界値の突破力の基準が上がってきちゃうんで、でこういった限界突破力っていうのがついてくると、もちろん筋トレめちゃめちゃ頑張れるようになってくるし、 やれてる回数とか重さとか負荷がかかっている時間とかもめっちゃ長くなると思うんですね。これがまた筋肉を育ててめちゃめちゃええ体を作ってくれる、そういった材料にもなるんで、なので毎回毎回その時の自分、もうコンディションは分かんないですけど、その時の自分でその時の精一杯で目の前のトレーニングをその40秒か1分間か分かんないけど、その瞬間にかけてバチコンとトレーニングする、このたった一瞬にかけて、ぜひですねこのトレーニング筋トレっていうのを楽しんでいただけたらなと思います。これが僕自身が筋トレを始める前に知っておきたかったことですね。で今言ったことは言い返すと昔僕が悩んでたことなんですよ。なんで食事とかは全然してなかったんで、なかなか体も変わらなかったし、例えばトレーニングっていうのは動画とか YouTube とか見たらみんなめっちゃ頑張れてる、でも自分は頑張れてない、ああなんでなんやろ、やっぱり俺には才能ないからかなとか、気合が足りないのかなとか、自分を追い込みすぎてしまったりとか、そういった過去があるから、この5選っていうのは逆に言えば僕の悩みだったりするところでもあるので、もしかしたら同じような悩みをされてる方もいるんじゃないかなと思ったので、今回の動画を作ってみました。はい、ということでまたこのような形でトレーニングのトーク動画も撮っていこうと思いますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。そしていや今日マジで筋トレめっちゃ頑張んでって思った方、よかったら筋肉で高評価ボタンお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。